はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。先日タロットフレンズという私がやってるメンバーシップの中でホロスコープ法という展開方法を解説したので、今回は私もその全体像を見るというホロスコープ法で皆さんの7月後半を占いたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まずはご本人のカードはペンタクス6ですね。はい、そしてパートナーシップがカップ9の逆。お仕事は鳳凰です。無意識はペンタクス4。金運はお金のことや自分の価値に関してはソードの2。コミュニケーションはワンドのクイーンですね。レジャーや、恋愛楽しみはソードの3ですね。そして健康運はカップクイーンの逆。ちょっとその他割愛させていただきます。気をつけることはソードの6の逆と、オラクルは、はい、ソードの7でした。はい、そうですね、お仕事運いいですね。まあ7月ってもともと前半は金運がすごく良かったりとかして、そして後半は移動していくとか何か情報が入ってくるとか動きが出てくるっていう星の動きなんですけども、特にまあ7月後半カードで見てもそういった動きとか情報収集とかコミュニケーションに関してはとてもいいです。特にその情報とか勉強とかっていうものが仕事に関連しているものに関しては、とてもいいですね。なんかぐんぐん吸収して成長していくっていう感じがありますし、双子座の皆さんもともとねそういう情報収集とか得意だと思うんですけど、特にこの7月末は特にいいっていう感じもありますし、うまくバランス取ってるなっていう感じがありますね。うまくいろんな人とそつなくちゃんとできてるなっていう感じがあります。そしてその中でねちょっとパートナーシップ気になったんですよね。この1対1の人間関係に関してはカップの9ってすごくいいカードなんですけど、それが逆位置ということで、もしかしたらご本人の中で誰かに対しての勘違いっていうのがあるかもしれないですね。そしてオラクルとして出てるこのソードの7のカードっていうのも、なんとなくこの人から逃げてるみたいな感じもあって、その本来だったらその人から得られるであろう恩恵、愛情とか優しさとか知識とか、なんか応援の言葉だったりとか、もしくは戒めの言葉だったりとか、そういうなんか何かもらえるものを自分が勘違いしてそこから逃げようとしてるとか誤解をしてるのかなって感じがありますので、ちょっと自分が今行っている行動と本当に自分が求めているものって一致してるかなっていうことをちょっと客観的に見てみてください。なんか自分にとって良かれと思ってやってることがもしかしたら違ってたわってことだってあるかもしれないので、今非常にその仕事運とか情報収集コミュニケーションいいですし、ご自身の体調っていうか自分自身もちゃんとバランスよく人とうまくやっていける時だからこそ、誰かその特定の人に対する誤解っていうのも本来なら解ける時なんでね、向き合ってみてください、恐れずに。そして自分が抱えているそのこだわりとか、絶対これだけはなくしたくないんだとか、絶対にこれだけはうまくやりたいんだって思ってることっていうのは決して奪われないというか、ちゃんとそれは守っていけますので、そこは安心してください。はい、でカードで見ると金運ってそれほどいいわけではなく、現状維持でやっていけますよっていう感じで出てます。カードでこの位置にソードの2が出るっていうことは、やっぱりそのお金が入って嬉しいとかっていう、たくさん稼ぎたいとかそういうことではなくて、なんかこう自分が何かを一定の状態に保たなければいけないみたいな思い込みがあるのかもしれないですね。別に今困ってるわけじゃないけどこの給料は維持しなければいけないとか、今困ってるわけじゃないけど将来のことを考えたらこれぐらいもらっとかなければいけないとか、何かそういう思い、何かを一定の状態に保たなければいけないという意識が働いてるのかなって感じがします。で、自分の価値だって一定じゃないわけですよね。年齢重ねたりいろんな経験していく上でどんどん価値って増えていくので、
固定しなくてもいいかなっていう感じもしました。そして恋愛やレジャー楽しんでねっていうところで、なぜかソードの3が出ているので、もしかしたら何か純粋に楽しみたいことが楽しめないとか、本来だったら喜びのためにやってることが、何か自分を傷つくことがあるかもしれないですね。まあ、よくあるのが子供のこと、子供のために良かれと思ってやってるんだけど子供には嫌がられるとか、そういうことってあると思うんですよね。何かそういうのがあるのかもしれないです。まあ、恋愛で言うならば、ちょっと自分が想像していた恋愛と違ってたなとかね、そういうのもあるかもしれないですし、自分が想像している喜びと違う何かがあるっていう感じですよね。カップの5、フールの逆、ワンドナイト、カップの5の逆っていうのは思ってるほど悪くないっていうカードですし、もうフールの逆が出た時点で、あ、もう自分の手を離してるというか、あ、これは自分で何とかできる問題じゃないということで、もう流れにお任せする、もう自分が何とかできる問題じゃないってことは、もう他人が関わってるってことだと思うので、状況が変わらない限りは難しいとか、相手が何とかならない限りは難しいってことだと思うので、まあ、それでいいと思います。もうやりようがないのであれば手を出さずに、自分のことを黙々とやっておくっていうのでいいと思います。そして健康運で言うと、ここでカップのクイーンの逆が出てるので、少し健康面、精神的な不安とか、不安というか精神的なものがちょっと落ち着かないかもしれないですね。基本は社会を生きていく上では全然問題なく仕事もできるし、ポジティブにも考えていけるしいいんですけれども、ふとした瞬間になんか、あ、自分が今弱ってるかなとか、あ、ちょっと今マイナスの方に傾いてるかなみたいな、そういう思いっていうのがちょっとあるかもしれないですね。まあ、それがね、この自分の喜びっていうものが思い通りじゃなかったっていうところにちょっと関連してるかもしれないですけどね。なんとなくやっぱ注意することとして、ソードの6の逆が出てるということは、今この7月末っていうのは自分にとって優位な流れではないってことなんですよね。まあ、星で見る限りは全然優位な流れですし、情報とか移動とかいいよってことなんですけど、カードで見た時に何かを心配してたりとか、何か思い通りの状況じゃないってことは、自分がそもそも思い描いていた理想とか、そもそも思い描いていた想定の出来事っていうものがそもそも違ってたかもなっていうところに気づけたら、何も苦しみはないというか、あ、なんだそうだったのっていうことだけなので、誰もその自分を苦しめようとしてないんですよね。今ある状況の中から得られる恩恵っていうのも十分に感じられると思うので、はい、そんな視点で見てみてください。この最後のソード7、ちょっともう一枚見てみますね。さ、ソード7のキーワードっていうのは、やっぱりやってることと言ってることとやってることが違うとか、思ってることとやろうとしてることが違うっていうことなので、やっぱり自分の中にもしかして矛盾はないかなっていうのを見直してみるにはとてもいい時です。そしていつでもそのやり方に気づいたら、修正はできると思っててください。遅いっていうことはないです。今までか大事にしてたもの、今まで大事にしてたものが変わってくるって感じがするので、また出ましたね、フール。そしてまたペンタクスの4も出ているので、やっぱりよっぽど何かに気づいて、もう手放しちゃうっていうか、あ、もう無理なんだわみたいな感じで手放すことによって、うまく事態は流れるのか、もしくは本当にその自分が守りたいものは守れるっていうふうに出ているので、守れるからこそ余計なあがきをやめようっていうふうになるのか、あ、ちょっと自分がいつの間にかちょっと爆走しすぎてたなっていうことに気づいて、ちょっと落ち着いてくる、まあ、そして安心して今を過ごせるようになる流れを作っていくっていう感じなんだろうなと思いました。はい、深いですね、双子座さんね。はい、ということで、今回はここまでにしときます。もし何かしら良かったよとか参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。次回は7月末に8月と9月の星の動きを解説させていただきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。